新型コロナの過去の感染の有無を調べる抗体検査。興味深い調査結果が今日明らかになりました。全被験者が591名でしたけれども、そのうちの2名 0.3% が陽性と判断されました。北九州市の医療現場で行われた新型コロナの抗体保有調査の結果が発表されました。7月から10月にかけて実施され、北九州市立病院機構や所属する市立八幡病院、市立医療センターの職員らに感染があったかどうかを調べたものです。コロナ病棟勤務者90人、一般病棟402人、事務系職員99人の合わせて591人のうち陽性は2人と極めて少なかったという評価です。コロナを見ているからこそかなり徹底した感染防御策を取っています。必要な受診については回避することなく、まずしっかり医療機関にかかっていただければありがたいのと思っています。受診控えや医療現場に対する風評被害が続く中、病院機構はこの調査結果が医療現場に対する心配や不安を取り除く一端となればとしています。